向こうにメディア待ってるらしいんで、これ持って。西村を告発するぞ。石田、石田、石田、核汚染し海洋投棄許さないぞ。核汚染し海洋投棄許さないぞ。石田は責任を取ってやめろ。処理水とは言わずに汚染水という表現をこれからさせてもらおうと思います。海外のメディアでは皆さんどこもほとんど のメディアの方が汚染水という表現をしてますね。ですから汚染水ということでやってきたと思います。よろしくお願いします。まず最初に共同代表岩田の方から今日の告発の結果をお願いします。先ほど東京地検特捜部に告発状を出していきました。で今回市民団体の税金私物化を許さない市民の会と原発汚染水放流に反対する全国連絡会、これは急遽決定しまして、その13人の、代表並びに事務局メンバーの名前で出しました。それで、被告発人は、岸田内閣総理大臣、西村経済産業大臣、それから前回ちょっと皆さんのところファックス入れたんですが、若干東京電力の方は名前変わってます。今お配りしているのは正しくて、小早川代表取締役社長、それからその後ちょっと人事異常がありましたので福島第一原発廃炉推進カンパニープレジデント、責任者の小野明氏、それから、廃炉推進カンパニーのアルプス処理水対策責任者、松本純一氏、東京電力関係でこの3名を被告発人にしました。処理水の、責任者ということで小野氏と松本氏が被告発人になって、ございます。それで告発容疑は、刑法120条第1項、これに関しては出水の罪ということで、出水で、公共の危険を生じさせた者は1年以上10年以下の懲役となっております。それから211条が、過失致死傷で5年以下の禁錮または100万以下の罰金となっております。業務上必要な注意を怠って人を死傷させたものと。で今回の告発に関してはあえてこの刑法で、告発させていただきました。実は福島、原発の原告団の皆さんは2013年に、これは東京電力が、
地下水に関してきちんと遮断できなくて、漏れていたという事実に関して、2013年の9月に、福島県警に告発しております。でこれは不起訴になったんですが、検察審査会が強制起訴になりまして、起訴相当の議決2回にわたり出しまして、強制起訴で刑事事件として、裁判になっております。ということで、これは当時の東京電力の社長ですけれども、この汚染水の、漏洩に関して、すでに福島の原発、原告団が告発しております。で今回はその後、国を挙げて、漏洩ではなくて、放流を内外に表明してやったという行為ですので、極めて、これも重いというふうに考えて、あえて、メンバーに呼びかけ、今回の告発に至った次第です。で、福島原告団が告発したときは、公害罪法、これは公害に関する罪を定めた法律です。それから水素汚濁防止法、これは工場等の排水に対する規制をした法律です。この罪状でやっております。であえて私たちは水素汚濁防止法、公害罪法ではなく、刑法の120条と211条で今回告発しまして、違う罪状をあえて、挙げさせてもらいました。というのは、極めて、これは国を挙げてやっているので重い罪状であるということで、刑法の方で告発をさせていただきました。ただこの120条、出水に関する罪は、例えばダム等を決壊させて人に危機を与えたものとか、そのような意味合いになっておりますが、汚染水ということは想定されておりませんでしたので、この刑法ができた時には想定されておりませんでしたので、どういうふうに解釈するかというのは、今後の知見のやり取りの中で判断されるものと思います。しかし、単純に刑法は出水して人に危険を感じさせ、公共に危険を与えたものと書いてある、出水という言葉を使っておりますので、私たちは今回の放流も該当するのではないかと思っております。で今回の、放流に関して、政府の正式見解ではトリチウム以外は除去できているという見解ですが、国際環境団体グリーンピース FOE の見解では、二次処理をしなければ、処理しきれていない放射性物質がまだたくさんあると、まあ罪状にも書きましたけれども、トリチウムのほかテクネチウム99、ストロンチウム90、ヨウ素129、ルテニウム106、炭素14、これが未処理のままであるという情報を国際環境団体が主張しておりまして、本来このアルプスが導入された時の記者会見の場でも、どうしても処理しきれないものがあると、二次処理をしなければならないというようなことを当の東京電力が言ってるわけですけれども、それを無視したままアルプスを通したから、トリチウム以外は大丈夫だということで放流しちゃっております。その点非常に、私たちは不透明であるし、危険性が高いと考えております。特に炭素14は、DNA の損傷、切断を行い細胞を壊死させるという極めて危険な放射性物質であります。でこれを30年間今後放流し続けるということですので、まさに刑法の人に危害を与える、死罪に該当する極めて重大な犯罪行為であるというふうに考えます。で30年間の間にもし、癌にかかる人間が現れた場合、まさにこの刑法が適用されると思いますので、あえてこれを使い告発させていただいた次第であります。それから今回中国政府が異常な反応を示しておりますけれども、しかし、国際法上もこれは違法でありまして、ロンドン条約、それから、国連の、海洋法条約では、放射性物質を含めて海中に放出させてはならないと規定されております。で日本もこの2つの国際条約に批准しております。ですからむしろ日本が提訴されても仕方がない立場に今あると、中国を提訴するなんて言ってますが、逆であって日本政府が国際条約違反を今回犯したということですので、極めて重い問題であるということで、総理大臣、西村経済産業大臣も非告発人に加えて告発させていただいた次第でございます。でこれに関して東京地検がどのように判断するか、まあ、今後やり取りがあると思いますけれども、私たちは看過できないということで本日告発状を出させていただいた次第です。私からは以上です。さっきちょっと最初に紹介忘れましたんで、私の隣から会の顧問をやっている浅野健一さん、そして岩田さん、それから早川さん、それから竹内さん、全員共同代表です。で司会進行、私事務局長の田中が受け入れています。
じゃ続いて、浅野さんがですね、ちょっとご病気で、声が出せないんで、機械使いますが、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。今日私のコメントは、営業住まいで、実際来て申し訳ないんですが、電気工場でお話しさせていただきます。今回のですね、ここは今日は中間に行って、チケット、ここは決まりませんが、この問題はやっぱり、使用の場できちんと、改善してもらいたいと思います。日本は、ボールの試合による自由で開かれた、最新国の一部を自由に行こうと同時に、それが決まっているわけですから、まさにですね、この、今回のルールが、ボールの意味で、ボールの問題があるかということを、街道の中間でやってる私も勉強になるんですけど、地域の調査を合わせてですね、この電気チケットで地域の調査をし、裁判で緊張を改善していただきたいと願っております。それでですね、私はこの時代に日本の地域を受け入れに通じている通じたりよりこの今回のですね、14回以降の地帯と歩道にボールがある日本があります。私は歩道中心で20年、同社大学で20年で地域などを教えましたけども、こんなにひどい場所に呼びたのは、問題が一番だと思います。戦後ジャーナリズムの歴史に残る皆さんは扱いを受けておりますよ。ジャーナリズムとして本当に扱いしているシェームボーに言うと言いたいと思います。今朝の NHK はですね、野村農林省の汚染水の扱いについて、中国が使っている汚染水という言葉を使ったというふうに繰り返し草が報道していますけども、私は使ってますよ。こういった人は田んぼちゃんでますよ。田んぼもちゃんと使ってますよ。使用関係の前で叫んでる人はみんな汚染水と言ってるじゃないですか。どうだって中国なりやがってと言うんですか。これはフェイクですよ、デマですよ。100年前の今日から行われた朝鮮人民人でのデマと同じですよ。これは自民党はですね、自民党の閣僚と自民党の有力議員は WTA で WTO で政治をしようと言ってます。僕はぜひやってもらいたいと思います。 WHO にも持ち込んだらいいと思いますよ。この本当にですね、日本で見せているキャスターやコメンテーターがいるように疑惑に根拠があるのか、真相を中国は知るべきだと言っているんだけども、本当の真実、科学的な根拠というものはどこにあるのかはですね、国際的な機関で、私は中国大臣を裁判所でも聞いてもらえないと思いますよ。ぜひ自民党の皆さんにやってください。そしてメディアの労働者の皆さんはぜひですね、自分たちが今やってることが本当に正しいのかを疑問していただきたいと思います。この現場の問題で使った方法はやっぱり超えているわけだったと思うんですよ。元京都大学の助教の小出さんのところに取材した、日本の労働者はゼロですよ、ゼロ。新聞テレビ通勤者は日本にも小出さんともに出ないんですよ。残念、聞くの後はあんなに小出さんにコメントを求めたのになぜですか。つまり都合の悪い人には聞かない。もちろん私のところにも取材は来ません。ですから、こういう一方的な報道を違いを通じているのには、第4名は必要の現代版だと思いますよ。皆さん、ぜひ、ぜひ、深刻に答えていただきたいと思います。以上です。じゃあ、早川さん。はい。私も処理水という言葉には非常に違和感を持ちます。私は長いこと、高等学校で、社会科の教員をしてましたけれども、本当に今の政府はですね、嘘とごまかしを平気でする、
例えばですね、トリチウムは水と挙動が同じだから取り去ることはできない。ところがトリチウムっていうのはいわゆる重水素ですから比重が違うんですね。沸点も違うんですね。 101.5 度なんですよ、沸点は。そうすると、何しろ時間かけることをすればですね、除去できるんです。でもそれはしないですね。なぜか、金がかかる、めんどくさい、それだけです。それから海水をで薄めて、そうするとそれを放出すると大丈夫だと、こんな子供でも騙されないような嘘が、騙され、メディアも含めて騙されるというのはどういうことなんでしょうか。川の水を、ね、例に例えれば分かりやすいですよね。川の上流で、取水した水で薄めて、それを濃度が下がったから放出すると、これ今後企業がやるかもしれませんよ。こういうこと国がやるんだ。川の水で、ね、例えれば分かりやすいわけです。でもそういうことは一切言いません。そして一番の問題は内部被曝です。それは、生物濃縮を経て、そして長いことかけて、そして、人間の体の中に入ってきたり、するわけですよね。それが内部被曝に、起こして、そして、10年後20年後30年後に、大きな被害を人間に与える。それなのに翌日生物濃縮が起こっていないかなんていうことを検査するんですね。これはもう私はそのニュースを聞いて笑っちゃいまして、皆さんは笑わないんですかそれを、ということを思います。本当に嘘とごまかしに、まみれる、ね、この汚染水の放出は許すことはできません。以上です。竹内さん、はい。やっぱり歴史的なあの日は、まあ、昨日私は61年ぶりに総合西部がストライキをやった。今時ストライキをやらなかった今までの大企業に対して、あるいは労組について改めて歴史的な日だと思いました。なおかつ今回のこの海洋投棄って私は今日書きましたけど、投げ捨てですよね。汚染水、核まみれ、原発、メルトダウンになった。これを処理水だとかって言って農水大臣が、当然ですよね、農業漁業に向き合う大臣だから、汚染水っていうのは当然ですよ。それを岸田が謝罪させた。それだけ岸田は自分の中に後ろめたさがあるわけです。まさにこれは汚染水なわけです。だから私たちは新聞なんか見ても処理水処理水とかって書いてますけれども、やっぱり汚染水だ。ましてやあの公害の水俣、あるいは痛々病、どんな公害の中で人間の人々の被害を被った、この刑法にかかるという意味で、先ほど岩田さんが言いましたように、刑法120条212条1年以上10年以下の禁錮に、やはり岸田あるいは西村小早川、そして携わった人たちはかかるべきです。世界の海を本当にこれだけ汚した歴史的な24日なわけです。それも22日に閣僚閣議団でやって決めて、閣議団っていうのは本来は国民に強制しないんだって私たち国葬裁判では裁判所も言ってました。閣議なんていうのは強制力ないんだ、単なる閣議の強法方針だみたいなこと言ってますよ。だから閣議だからって言って、関係閣議で決めたからって言って全て通してしまうような、こういうことをやる今の岸田政権は本当にひどいと思います。20年30年後の先までこの歴史的な汚点をやった海洋投棄に対して、私たちはどんな怒り、どんな行動を起こしたらいいんでしょうか。小さな裁判告発運動も一つにしか過ぎませんけれども、世界の人たちが、島の人たちが、中国韓国は当たり前ですよ、アジアの人たちは、こんなことを許すんだったら、先ほど言ったようにロンドン条約の違反しているのは私たちなんですから、ぜひ提訴してください。逆に日本が恥さらしになりますよ、問題になりますよ。
こういう怒りを持って今日は歴史的に私たち小さな市民団体ですけれども、しかし全国的な思い、連絡会とも共同しながら、提訴しました。ぜひ東京地検は、検察は、やっぱりはメディアも含めてこの問題をきちんと当たり前の科学的な、当然人間が生きていく世界の海は誰のものだ、そういう意味も含めて私たちの加害性 も本当に私たちも見つめながら提訴したということを訴えたいと思います。よろしくお願いいたします。これだけの重要課題なんで、記者さんからの質問も多数あると思いますので、これから幹事さん、質問の方に。はい、じゃあそれでは質疑応答に移らせていただきます。幹事から言って、すみません、はい、病状回復実証の、はい、人を死傷させたものになってますけれども、これはどのようにこう、まだ実際にさしてないという論理が成り立つと思うんですけど、ただこれはもう潜伏濃縮が今後起こって、例えば因果関係を証明するということはなかなか立証は難しいかもしれないですが、がんにかかるような人がいた場合はその責任を負うということで、まあ、ある意味では予測に基づいた告発というふうに、なる部分があるかもしれませんが、しかし30年間もこれから流し続けるということを表明しているので、あえてこの業務上過失致死傷ということにさせていただいた次第です。ただしこれは東京地検とのやり取りの中で今後、補正を求められる可能性があります。その場合、先ほど言った水素汚濁防止法、それから公害罪法ですね、これは公害に関する、罪を規定した法律ですけれども、そのどちらもこれは、実際の健康被害が発生しなくても海水を流したものと有害物質を流したものに関する罪を規定してますので、そちらに変える可能性もあります。ただあえて今回これでやらせていただく。で、それは先ほど言った通り、福島原発原告団が過去、これは垂れ流してしまったということに関して告発した時がこの、刑法ではなく水素汚濁防止法、公害罪法でやってますので、違う罪状であえてやらせていただく、そういう趣旨です。ありがとうございます。それでは各社さんお願いいたします。時事通信の渡辺と申します。よろしくお願いします。基本的なところなんですけども、停止されたということですけど、これ受理はされてる、またこれは過去のやり取り、寺田さんの告発も岸田の息子の告発というのはそうですけども、やり取りがあって、補正してくださいということを言ってくる可能性があります。その場合、書き直しをしたり追加したり、先ほど言った通り条文を変えたりということをやった後に正式受理になります。ですから今日は受け取りということで、先ほど、地検の、直告係の文書課が犯行庫にありますけれども、受け取りをしました。ということで今日付けで、でもし受理になっても受付日は遡って今日付けになりますので、出したということで捉えていただきます。分かりました、はい、あと法律面でなんですけれども、刑法120条ということで、はい、出しておられます、はい、資料には出資させて公表の表示されたものになってますけれども、条文にあたると、はい、出資させて全条の規定にするもの以外の話に対して、はいはい、つまりその現住建造物以外の話に対して、そうですね、なってますよね、はいはい、これは今回の法律の場合には、何かを侵害されているわけではないように思います。まあそうなんですよ。だからこれかなり刑法が古い法律なので、うん、こういう放射能を流すなんてことは想定してなかったものですから、うん、そういう規定はないもんで、あえてこれを使わせていただいたんですが、ただこれちょっと、法律の専門家、まあ弁護士さんなんですけどからも言われて、あえてこれをちょっとやってみたらというふうに助言されたんですね。この法律を適用した例がなくて、今回のような。で、これは、まあ刑法の解釈として、使うか使わないか、しかし一応公共の危険を生じさせたものとあるので、それについてちょっと判断を置いたらどうかという助言もあったもんで、あえてさせていただいた次第です。当然補正の可能性があると思います。はい、あともう一点なんですけども、放射性物質によるその、まあ、健康被害、はい、まあ、危害を加える危険性ということを言ってますけども、はい、ただ、まあ、一方で科学的に見ればその、まあ、もちろん東京電力に乗ればという理由がつきますけれども、例えば炭素自由についてはその年間の被曝量というのは、まあ、1ミリシーベルトをかなり下回っているので、はい、それでそのいわゆるその刑法のその人を主張させたらになるような方がなるのか、はい、そこがちょっと、
規約があるそこはどのように考えますか。確かに東京電力あるいは政府の発表しているあれでは、かなり低い値であると、不検出ということも環境省の調査でも出てますけれども、しかしこれいろんなちょっと証言があって、まあ、グリーンピースあるいは FOE という国際的な環境団体が調べたところ違うんではないかと。でこれは東京電力が使っている、この測定機器が、特に高い値にならないと検出値に至らないようなことになっているというようなことをグリーンピースなんかが、これはインターネットで検索すると出てきますけれども、東京電力の機器に対する疑義ということを呈したりしてまして、まあ、私たちもそこら辺の本当に政府が言っている通りなのかということを疑問視している部分がありまして、それで、まあそれをもって業務上知事ということに結びつけるのはかなりハードルがあるかもしれませんが、しかし例えば、原発の作業員が被爆して、がんになっているというようなことは、私自身も直接取材して話を聞いたことはありますけれども、がんになっている人が、何人もいるということは事実として出ておりまして、まあ、そういうことから言っても、この汚染水が今後流れ続けた中で健康被害をもし生じさせるものが出た場合は、その因果関係はどのように立証するのかという問題も出てきますので、そういう意味では責任能力があるというふうに捉えておりまして、それから政府は他の原発でも海外の原発でも原発から出た水は流しているということを証言してますが、この燃料デブリに使った水を流したのは世界で初めてです。つまり核燃料が溶解しているわけですね。その溶解している処理できない建屋に入った水を海に流したのは世界で初めてです。ですからこれがどのような影響を与えるか、健康被害を生じさせるかということは全く経験をしてないことなので、政府が言うことは私は疑問視すると。つまりこのようなものを流してしまっていいんだろうかというふうに疑問があって、刑法のこの傷害致死罪を出したという次第です。今まあ政府の言っていることがコントロールの観点で主張されましたけど、はいはい、一方でその IAEA もプロセスを、まあ、確認して、まあ、ある程度その、まあ、予定の道のようなものを出しているということもあるんですけど、その点はどのように見られるか。でこれについても一部報道されてますけども、はい、日本政府がかなり献金をしていると。で本当に中立的な立場で国際機関がこれを調査したのかどうかということは疑問視する部分もあって、まあ、それは東京電力の検査もそうなんですけど、両方含めてきちんと国民の前に情報を開示していただきたいと思いまして、それからその測定している機器が本当に正確なものなのかどうかということも含めて開示していただきたいと思いまして、私たちはかなり疑問視していると。国際機関を含めてですね。それから実際にアルプスを導入したときに記者会見を先ほども言いましたが東京電力がしておりまして、その場で全部が処理しきれないということを当時のデータベースで検索すると話が出てまして、二次処理も必要だってことを言ってるんですね。だけど今回アルプスを通しただけで薄めて放流しちゃってますので、その当時出た二次処理っていうのはどうなっちゃってるんだろうと。でここに書いた炭素14を含めてこれは残るということが当時言われていたわけですね。でそれが今回消えちゃってるわけです。ですから政府や国際機関が言ってることが信頼できないという私たちは立場を取っているわけです。わかりました。はい、今言われたのは IAEA の研究と言いましたけど、私は研究という言葉は研究さんに思いまして、物産にですね、 IAEA の物産にを自分はまあ始まっているぐらいかなり上がってて、しかも今の黒い事務状況の前の事務状況は今の事務状況が産地を見ていたと個人で日本の環境が優しくですね、IAEA が明示されていて、IAEA は原子力を追求する機関であって、環境問題はアンダーフードではないので、私は IAEA のそのアンダーがですね、その、しかもですね、大企業にしないと、世界の現場ではやっていけないわけですよね、そういう意味で、日本だけダメということを、IAEA は言いにくい状況であるということも、お前だけではならないと思います。それからこの今回のですね、岸田政権の決定はそれはアメリカのバイデンとあって38時間後にですね、それまで決まってないといったのを急にですね、
1951年の新日新聞の一面に原発のトリチウムについては染色体異常が起きるっていう一面で出てましたね。それが今最近1972年でしたっけ。でトリチウムって一面でしたよね。でこの染色体異常っていうのを一番性含めて、やっぱりある意味では原発がなぜ必要か、原発はいらないという時にやっぱり子どもたちが染色体異常とかがんになるとかってそういうものはずっと言われてきてたじゃないですか。でこれが今まさにこの水を、汚染水として海洋に流したんだっていうことなんですよね。で先ほど、浅野さんもおっしゃいましたけど IAEA ってのは、ね、原子力の推進の機関でしょ。あるいはバイデンにお墨付きをもらったっていうけど、当の漁民の人たちは何て言ってるんですか。でなおかつ漁民の人たちに保証するなんて悪いことして金で保証するという札束でね、漁民の人たちをこんなにも踏みにじるような金で解決しようとしているのが今の岸田なんですよ。その怒りっていうのはどこに持っていったらいいのかなっていうふうに思います。科学的な数字あるいは国際的ってことを言いますけれども、人間の命そのものに対し、あるいは漁民の人たちが魚を、世界の人たちがみんな海の共通でしょ。海は国に関係ないじゃないですか。海は世界のもの、財産でしょ。それをこうやって垂れ流して汚染していくっていうことについてやっぱり本当に僕らは考えていかなくて、で特にメディアの人たちももう処理水だ処理水だ安全だ安全だなんていうこともなく、おかしいと思うとか、あるいは当事者の人たち漁民の側に立って、あるいは被害が考えられることについてそういう立場に立ってぜひメディアを流していただきたいなと思います。そうでないと私たち自身が本当にやりきれない。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではもう、はい、私からもちょっと一言だけ、今から180年前に田中正造氏がですね、激怒しているところなんですよ。それは古川がですね、銅は体にいいんだ、若干の銅はですね、乳児の発達にいいなんてことを言ってるんですよね。つまりこういう嘘を今でもついてるということです。トリチウムは危険です、除去できないっていうのも嘘です。そして、今だけ金だけ自分だけっていうこの風潮の中でね、もう私たちはね本当に怒ってます。まあそういう意味でですね、今日告発させていただきました。以上です。
ありがとうございました。それでは会見としては一度ご説明させていただきます。あとは個別で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、ビデオの祖母が入って、丸一日と、ビデオの方が、ものすごく一生懸命、今日ここに来られた方の人数見て、がっくりしちゃいました。こんな世界的な大問題を、なんで日本のメディアは沈黙するのかな。メディア魂見せてください。